黒人差別への抗議活動が世界に広がる中、イギリスではビートルズの名曲のタイトルにもなったペニーレーンという通りの名前の変更を求める声も上がりました。ビートルズの出身地リバプールにあるペニーレーンという通りは彼らの曲名にもなっています。この通りの名前が奴隷船のオーナーだったジェームス・ペニーに由来しているのではという説が浮上し、ツイッターなどでは一部の市民らがリバプール市のジョー・アンダーソン市長に通りの名前の変更を求めていました。アンダーソン市長はかつて架かっていた橋を通行するのに1ペニー払う必要があったことが由来と言われているとし、奴隷船のオーナーの名前にちなんでいるという証拠はないと説明しました。アメリカで黒人男性が暴行死した事件以降、イギリスでは奴隷商人の銅像を撤去したり、奴隷商人が由来の通りの名前の変更を求める動きが広がっています。ロンドンでもサディク・カーン市長が市内の銅像や通りについて見直す検討をするとしています。